明治政府が廃仏希釈の方針を決めたことは知っておろう。それを受けて寄合でこの寺を壊すことが決まったんだ。私は構いません。あの子たちは親を戊辰戦争で亡くし、他に行くところが。け、あのガキたちこそこの村の疫病神なんだよ。彼らの父親は戊辰戦争の折、幕府に相当力を貸し負ったのだ。そのせいでこの村は未だに明治政府に睨まれておる。疫病神がいるせいで、いつまで経っても俺たちに金が流れてこねえんだよ。即刻この村から出て行ってもらおう。相手は檀家の一軒もねえボロ寺の貧乏坊主と小汚ねえガキどもですぜ。まあ、どんな風に扱ったって文句出ねえっしょ。明治政府の恩恵ったって分配に限りがあるんだし、ぐずぐずしてたら美味しいとこ他の村に全部持ってかれますせ。つばぎ、五郎、助け、みんな、みんな。これで片付いた。さっさと出ていかねえからだよ。これでやっと明治政府の恩恵に預かれるってもんだぜ。仏よ、どうか。この子たちはこれまでずっと辛い思いをしてきた。どうかこれからは幸多い未来を。どうかこの子たちにご加護を。わかるか、祈りや願いなどでは何一つ救われはせぬ。何一つ。この子たちが輪廻の輪をくぐり、再びこの世に転生する時まで、妙の暗示は負けるわけにはいかんのだ。全ては偶然。この救い難き世界を救うため、妙の暗示は負けるわけにはいかんのだ。暗示。